一作目、これ、走らせんの、これを。いや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 。なんだよ。いやいや、だって走ってるとこ見てみたいですよ、やっぱり。一台一台段取りをするのがめんどくさいでしょ。本当です。またこれイタルジェットね、ハンドルの切れ角ないんだよ。切れ角ない。切れ角ないっていうのは危ないっていう、あ、そんなことはないのか。そんなことはない。そんなだってバイクはハンドル切れないね。そもそもよ、これ構造どうなってんだよ。構造。構造知りたいですよね。はい、これをかけるには、ガソリンのコックあったっけかな、なかったっけ。ないんじゃないですか、このスクーター。そうか。ねえか。スクーターないですよね。いや、しかもインジェクションですよね、これ。本当だな。出っ張ってるが回る。じゃあこれでも走んなかよ。走る。なあ。ええ。あ、後で、あ、まあ、どうぞ。あ、そう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 。それはインジェクションだから。はい。今のオートバイはすごいね。よくできてる。チョークなんかないんだよ。すごいね。ナイスコンピューター。ナイスコンピューター。いやー。皆さんこんにちは、ゆうちろうです。今日はこれこそシリーズ化にしようかなと思ってます。所さんからバイク作りカスタムを学ぼうということで世田谷ベースに来ております。じゃあちょっと車を移動して所さんに登場していただこうかなと思っております。所さん、そこに座って語るっていう、はい、どっから使うか、あれ大丈夫です、今回1台だけで。なんでだよ。だってだってイタルジェットでしょ。ああ、そうか。いやー、1台がいいな。だってなんで。あ、1台ずつ。そう。あ、そっか。じゃあこれそっちの。でもイタルジェットってこれなんだよ、これ言ってんの。うん、これを作りたいんじゃない、あれを作りたくてこれ買ってんだからね、俺はっていう話だから。っていう話ですけど、ああ、それはあの僕のこのカンペ所さんから。契約にはないのね。そう、まずいいよ、はい、ですね、何を聞きたいんだね。あの、僕もまあボスのおかげでいろいろ最近こういう風にバイクをカスタムするようになったんですよ。やっぱり所さんから学べることは学ぼうと、そういう部位に。まだね、一つも学べてないです。一つも学べてない、うん、やばいやばい。そうですか。大丈夫、大丈夫。じゃあこの部位を見たらみんな学べるんですね。ずっと上がってきたから、はい、一応ゼロにはいるけど、うん、他の人たちはもうマイナス1万点ぐらいのところにいるから。あ、ようやくようやくなんとなくこれスタートライン立ったんですか。立ったこと、もうはあのね、皆さんオートバイ続きで買って乗って楽しいって、それは自分の満足だからね、物はね、それはそれでいいんですけど、オートバイ道、もうそう、もう泥沼にいたから、泥沼にいるから、いる、そうそうそう。じゃあこの V を見た人たちは、その泥沼から這い上がれる V ですね。オートバイ道、はい、オートバイ道、オートバイ道って何なんだよ。オートバイ道って何なんだよ。オートバイの道、はい、オートバイの道とは普通の道路だよ。乗らないこと。そう、いや、オートバイの道とは、はい、
道路だよ道路ね、道路を安全に走ると、そういうことだ、はい、まずわけが分かんなくなりましたけど、ちょっともう一回カンピを見直して。何よ、はい、最近なんかさ、インタビュアーになろうとしてるよね。いや、そんなことないですよ。なぜ、あの、まあ、なんだろう、よく分かんないですね、本当に。この間、女の子のことは軽快に話してたじゃん。そう、旦那さんが自分で乗るんだったら、自分で作れと。はい、おお、すごい。あの、ちょっともう一回所さんから学びたいということで、あとこの動画見てる人たちもなんかこの所さんのバイク作りっていうものを、なんかこう、まあ、オートバイはさ、うん、あの自分がかっこいいなと思ったものを作れば、それで一番いいんだよ。人がどうのこうの言うとか、みんなと合わせるとかね、今流行りがこれだからじゃなくて、うん、自分が これがいいなと思ったらそれでいいし、いじくりたくない人はこのまんまがいいっていう人はそのまんまでいいんですよ。好きなようにやればいいと思います。ただね、うん、あの、かっこよく見られたいじゃん、うん、ね、うん、あの、今日買ってきて今乗ってますだと七五三みたいでかっこ悪いじゃん。そりゃそう、ね、写真館の写真ってもうちょっと乱れた感じで撮った方がいいんじゃないのって思うじゃん。そりゃそう、そういうことなんですよ。なんか病院行って出てきた整髪したまんまでお見合いですかって言われたくないでしょ、うん、普段の生活感がそこにあるんですねって言われたいわけで、だから持ってきた、借りてきた猫みたいな感じになっちゃうね。まあ、それはかっこ悪いですね、確かに。レンタルバイクを乗ってんのみたいなのじゃかっこ悪いっていう。どうしてもオートバイを大事にしすぎたりとか、うん、なんつうんだろうね、こういうふうにすればかっこいいでしょうが分かりがちだと、なんつうんだろうね、や、薄く見えちゃう、うん、ね、そうすると、オートバイのこと本当に大好きなんだなとかアピールした方が面白いじゃん、うん、はい、だとすれば、なんていうんだろうね、余計な飾りはしない、余計なデコレーションをしないってことと、デコレーションしないちょっと待って、まあ、してますけどね、してますけど、まあまあそれは僕のスタイル、これはいいね、違うね、こういうこと言ってね、はい、余計なデコレーションっていうのは、うん、それを何、あまりあるほどの魅力があればデコレーションいくらしてもいいわけ、うんうん、つまり、うん、エルヴィス・プレスリーがキラキラつけててもいいわけ、あまりあるかっこよさがあるから。そうか、これがあまりある かっこよさがないのにヒレヒレつけてたらどうしたんだって言われることになるわけ。そりゃそうですよ。飾るのも、はい、そのオートバイを超えるような飾りはよっぽど勝負に出た時ね。わ、これはすごい。そのオートバイが、はい、オートバイが恥ずかしいって思わない程度の飾り物に、うん、いくらこうこっちの方がいい値段だからとか、うん、こっちの方がなんかなんつうの、みんなにみんなが買ってるからとかっていう方を言っちゃうと、うん、どうもギクシャクしちゃうんだよ、うん、だからそれにこのそのバイクに合ってるなんつうんだろうね、度合いのものをチョイスするのが一番大事だよ。いや、今日パート1ということで。もう終わり？いや、終わりじゃない、パート1ということで。何がパート1なんだよ、はい、いや、このイタルジェットなんか何もいじってないよ。これはいじってないですね。その吊るしっちゃ吊るし、見えるでしょ。見えます。ミラーぐらいだよね。こんなところにイタリアのミラーみたいなのついてるのかな。イタリアのミラーみたいなのが。あ、ついてるんですか、原稿は。こんなのが、はい、張り切った、はい、こんな何型っつうんだろうね。こんなのが、こんなのついてるんだよ。ここにこんなのが、はい、いらねえよ。後ろ見んのにこんなのはいらねえ。いらないと。後ろ見んのはこのぐらいでよくて。で、流行りだからって言うんで、流行りだからって言って、流行りだからって言うんで、片持ちにして、はい、ここのところにナンバーついてるんで、タイヤのスイングと一緒なように動くようにここにナンバーが、はい、意外に好きですよね今。みんなそれやってんだよ、ええ、こっちのがかっこいいんだよ。もともとあったここの方がかっこいいんだよ。で、メーカーとしてはここが新しくしようよって言うんで、デザイナーが余計なことしてこのところにくっつけたんだよ。うん、最近の BM のスクランブラーの中、それ私です、コーナーになってるけど、それ私。いや、あなたのは、まあ、一番最初の方ですからね。違うものか、はい、らあれになってるわけです。そう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 、メーカーがいきなりこの辺を始めたんだよ、うん、だから、うん、これは良くないなと。確かに、そしたら元に戻してあげたのはしっくりはまるんだよ。確かに後ろタイヤが余計強調されてかっこいいです。もっとレースっぽくな、レーサーっぽくなる、なってる。何でも何でも下へ持っていけば車オートバイがかっこよくなるんだったら大間違いなんだよ。違うんですか。違う、はい、じゃこの玉の中の一部にしちゃべっていう、うん、これだけを強調してここに持ってこられると、うん、ちょっといただけないんで僕には。そうか、
あの車も製造過程の途中がかっこいいんだから。そうなんですか。生産ラインでまだ惚れ骨した車が、はい、並んでんじゃん、こうやって、うん、並んでくるじゃん、流れて、うん、はい、その途中がかっこいいんだもん、あれで売ってくれよと思うんだ俺は。そうか、そう、ここへいろんなものをくっつけちゃってくれるの、はい、かっこ悪くなる。あ、じゃあ今度メーカーさんが所さんに渡す車両は途中の車両を、もうあの6割ぐらいの作りでいいから6割のところでも、うん、売ってくれと。だって どっちにしろ色塗り替えんだから、はい、剥がすのめんどくせえって話だよ。わかりました。生産ラインの6割で所さんに売ってくれと。正規の値段で。そうそうそう、正規の値段で。わからないですけど、 ありがとうございます。じゃあ、え、あとこれは何、シリーズでやってるの。シリーズで、ちょっとコンビニで挟んだけど、1台ずつやってるって言ってたじゃん、何十台あるんだよ。そうだから、もう皆さん30シリーズは、それで困ったことに所さんがいろんな方にあげるから、うん、僕が写した車両がどんどんなくなってしまいます。ないよ今。大丈夫ですか。何が。いや、ないよっていうか今後、うん、なくなってしまう車両はあるかもしれないですよね。まあでも出来上がってくる車両もあるから大丈夫だよ。まあそっか。そう、ということで、はい、茶の間の皆様登録よろしくお願いします。ありがとうございます。先に言っちゃったよ俺、はい、ありがとうございます、はい。